10月21日、28日、KISS FM からお送りしている安心の願いは叶う、ゲストは、安泰寺の住職であるネルケ・ムホーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は私 のスタジオに来てこう収録させていただいたんですけど、実は私の方が先日、安泰寺の方に座禅体験に行かせていただいたんですね。そのビデオの様子をぜひ皆さん一度見てください。どうぞ。Touching my soul, I know what I want, but I just don't know how. Feeling sweet feeling, feeling sweet feeling. Drops on my finger. Manipulation, catching my soul. Woman so willing, she calls him vain. Wir haben uns zum ersten Mal getroffen, als ich in Osaka war. Vor 11 Jahren, er war einer von den... でも基本としては、もうここに一緒に生活したいという人だけを受け入れてるんですね。私としゃべりたいだけだと、私だってこの生活に参加してますから、それだともうみんなの世話見れなくなってしまうから、一緒に生活して、それもまあできればもう3年という長い期間を一緒にしたら、そういう言葉では簡単に言えるけれども、なかなかその体に染み込まないような問題ですから、3年も一緒に生活すればもうおのずと自分のものになってしまうわけですね。ただその、あ、そうか、手放せばいいんだと頭に分かったって手放せるもんじゃないですよね、はい、手放したい手放したいという思いを今度手放せなくなってしまうんですね。そうですね、結果を出したいとか ね、ひょっとしてヨガの場合もリラックスしたいリラックスしたいと思って逆に硬くなるとか、そういうのもあると思うんです。リラックスしなければいけないという、なんかそのそう、体に悪いとか精神に悪いとか言いながら、緊張してはります。
知って悟りたい悟りたいと、うんまあ、逆にそれはまた一つの悩みになったけれども、うんうんうん、悟ればそれまでの、うん、悩み、うん、苦しみが全て解けるんじゃないかって、うん、全部をこの日本の禅にかけたんですので、うんうんうん、で大学で日本語勉強してここに来て、うんうん、ここではもうそんな悟らなくたっていいと、うん、とにかくもう手放してやれという、うん、風に教わったんです、うんうん Touching my soul I know what I want But I just don't know how はい、よろしくお願いします。